やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと、今日は、12月終わりに近づく日で、辛いニュースとか辛い知らせが多く、心が弱っている人へ、なんかこう、癒しとかが届くといいなっていうことで、メッセージと、あと、霊気を流しながらお話をしようかと思います。はい、もうすでに霊気も出しながらやっているんですけれど、ね、いつも、新月満月の回で遠隔霊気ヒーリングやってるじゃないですか。で、その時に、時差があると、とか、動画を通しては、こう、アーカイブとかではね、ちょっとできないよって言ったんですけれど、まあちょっと試しに動画を通しても行くかなっていう、それも兼ねて、今、19日の夕方に撮影してるんですけれども、これをね、後日見ても、なんかこう、癒しのエネルギーが行くといいなっていう願いを込めながら、霊気ヒーリング出しながらお話ししようかと思います。はい。ちょっと告知だけ。はい。個人鑑定の申し込み方法動画概要欄に書いてあります。あと、回転寿司占い講座の、申し込みは1月17日までになっております。世界一楽しく簡単にカバダス秘術っていう、ね、なんか人生を変えるような、なんか、とても、心が豊かになる占い、戦術が学べますので、ぜひご検討ください。こちらも動画概要欄になります。はい。ということで、ね、今年はいろいろありましたね。世の中がしんどい方向に行ってるんでしょうね。なんかしんどい人が多いんだろうなって思って、ジョーカー的な人がね、たくさん出たじゃないですか。今年は電車内で火つけて刺すとか、ね。あれもとっても怖かったし、そしてね、大阪のクリニックの火災、京アニの悪夢のような火事を彷彿とさせる、ね、かなり近い、ね、ちょっと言葉がだんだん喋ってると詰まっちゃうけど、うん、そうね、なんか、ものすごい悲惨なことになってしまって、すごい、あれは辛いなと思って、そして、それがまだ、辛いな、辛いなって思ってるところに、神田沙也加さんの訃報が、ね、今日19日に、ツイッター見てたら深夜1時くらいに、午前1時くらいに、っていう感じでね、入ってまいりまして、なんということでしょうということで、なんもう、さっきもね、アナの生まれて初めてだっけ、あの曲、あれを流しながら映像でこう見てたら子供たちが、あ、これ、この人が歌ってるんだね、って素敵だね、ってこう言って、この人だれって言って、神田沙也加さんっていう女優さんだよって言って、可愛いねってこう娘とか言ってね、なんとも言えない、あ、この声聞けないのかもって思うとなんか、すごく辛い感じになっちゃったけど、かなり、辛いニュースが、ドドドドドドってこう襲ってきて、私だけじゃなくて、皆さん心が弱って、ご動揺されてる方も多いと思います。ね、なんか、こういうニュースに、なんかネガティブなニュースに揺さぶられやすい人とか引っ張られやすい人とかがね、いるじゃない。なので、ちょっとでもそっちに、悪い方に引っ張られないように、癒せたらいいなと思って、この動画撮ろうと思いました。はい。なので、いろんなカードに、今ちょっと弱ってるわって人に向けてポジティブなカードが引けたらいいなと思います。はい。こうしている間にも霊気出してますからね。はい。よいしょ。では、タロットさんからのメッセージ。とても辛いことがね、辛いお知らせ、辛いニュースがたくさん、こう、入ってきて、私たちに対して、そんな、今生きてる我々に対して何かメッセージをくださいな。おー。ズバッと出ました。ね、真ん中に死神のカードがいるね。なんか出るかなと思ったら、出たね。はっきり。そうだなー。これはそのニュースそのものかもしれないしね。いろんな方亡くなって、大勢亡くなってしまったっていう、そのものかもしれないし、もしくはこれ聞いてくださってるね、皆さんの中で、ご自身の中で、私もなんか、消えちゃいたいわとかも、なんかね、すごいネガティブな気持ちに襲われているかもしれない。そういうのを
表しているかもしれない。なんか停止のカードですね。死神の停止、止まってしまうっていうカードが真ん中にドーンっておりまして、でもその周りに、まず鳳凰がキーカードです。鳳凰は、こう、教えて導いてくれるような心の広い人ですよ。鳳凰、強行。なのでね、まあ、パッて開いて思ったのは、無理せず、ほんとしんどい人は、専門家の先生のところに行くとかね、これ、〇〇先生とか、なんか、専門の先生を表したり、あとは、信頼できる年上の、何かね、こう、教えてくれる人であったり、そういう人の存在を表すんですね。まあ、抽象的な意味で、寛容さとか、優しさとか、そういう意味もあるけれど、この場合は、なんかの、もう専門の、自分の、ね、この参ってる、止まってしまうような心、うん、今にも壊れてしまいそうな心を直すのになんか遠慮せず専門家使ってって言ってるような気がします。私もその、占いもね、正しい使い方をすればこの中に入るかもしれない。どうだろう。うん、この動画自体も、自分のこと先生っていうのをなんだよって、思うかもしれないけど、そうね。うん、それはおかしいけど、うん、正しい使い方をすれば、こういう、なんかカウンセリングとか、占いとか、うん、あと誰かに話聞いてもらうとかも含まれるかもしれない。なので、なんか、人を、こう、頼れる人を頼って、話聞いてもらうとか、そういうのが、こう、キーかなって思いますよ。節制のカードね。ストレス溜めないでね。ご自身のメンタル気をつけてねって出てますね。あと、フールの逆なんだ。そうか。これを見るくらい、こう心が弱ったり、こう繊細だったり、なんか神経質だったりする、敏感な方、真面目だったりするじゃない。真面目でこう気持ちがカチってしてたりするよね。なので、もうちょっと今ご覧になってくださってる、真面目な繊細さんたちは、もうちょっと自由っていうか、もっと、あなたが思ってる、馬鹿げたことっていうか、アホなこと。アホなこと。うん、そうね。そういう、ちょっとおかしなことみたいなことをちょっとくらいしても、奇妙なこととかね、自由、うん。これ自由すぎないとか、これ突拍子すぎないってことをやっても、多分、全然普通なレベルだと思うので、もっと伸び伸びしていいよって言ってるかな。自分をギュッてこう、縛ったりしないで。伸び伸びしすぎるくらいでちょうどいいかなって言ってるような気がするよ。どうか、辛さで心をギュ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 なんか縛りつけたり、真面目さとかね、ルール、モラル、秩序みたいなもので自分をギュギュってこう、縛りつけないで、これ見てるくらいの真面目な方は、もうちょっと伸び伸び自由にするくらいでちょうどいいかもしれない。はい。心を解放してゆるっとね、まあ、気持ちも行動も、うん。伸び伸び行きましょう、うん。対策注意点、力のカード。力のカードか。これはね、自分の力を 100% 正しい方向にこう発揮できるカードであり、なんか自立とかね、目標を持って自分の力で生きていくみたいな、そういうカードでもあります。結局は、自分自身の生きる力を信じてとかね、その自分一人では生きていけないけど、まあ一人でもなんとか、それはみたいな力強さみたいなのをこう、いつか身につけられるといいよねっていう感じかな。まあ今それはないわってこう思うかもしれないけど、いずれでいいですよ。徐々にそんななんか強さを身につけられるといいですね、我々ね。はい。ということでタロットさんからでした。はい。本当困った時は専門家頼っていいんですよ。ね、病院とかカウンセリングとか。あとは誰に聞こうかな。大天使に聞こうと。まだまだ霊気が出ております。っていうかね、いつも占うときもね、実は出てるんだよ。ね。普段占うときも霊気やりながらやってるから、まあ普段と同じっちゃ同じなんだけど。なので、私の動画は感じる人は霊気を感じ、てるかしら？どうかしら？普段言わなかったけど、そんなこと。はい。大天使オラクルカードは、なんていうかな。あー、呼吸をしようだって。
大事だね。すごく大事なものが出たね。もうピンポイントだ、本当に。9よ、これ。ねえ、ラファエルよ、大天使。ねえ、深呼吸、ディープブレス、そう。深呼吸を、して、そしてゆっくり息を吐きながら、自分のエネルギーを呼び起こしましょう。で、古くて不必要な癖っていうのを手放しましょうっていうカードですね。メッセージとしては、なんか、ストレスが溜まると、知らないうちに呼吸を、って止めてることあるんですよ。ありますよね。なんか力が入ってるとか、呼吸止めちゃってるとか、無意識に自分が知らない間に息止めちゃってるんですよ。ストレス溜まると、そう。それでね、なんかパニック発作起きたりね、いろいろしたりもするので、うん、呼吸をすることによって、心と体と、あと精神、自分の人生にまでこう酸素が運ばれます。深く整った呼吸で自分を活性化させることの大切さを忘れないために、深呼吸ってこの一番目につくところにこうメモしてね、貼っといてください。で、深呼吸を忘れないことですね。あとはこう新鮮な空気が充満している場所、なんか自然の中とか、海とかね、湖の近くとか、川の近くとか、水の近くとかね。なんかそういう新鮮な空気のあるところに行く。あとは普段から深呼吸を心がける。あ、自分今呼吸が浅かったとか思ったら、あーってこう、ふーってこう。まず吐くのが大事です。もう深呼吸は吸うんじゃなくて、吐いたら自然にブワって入ってくるから、肺に。ふーって。でね、私呼吸法習ったんだよ、これ精神科で7秒吐いて7秒かけて吸うっていうのを繰り返すので、その出し方がシューッてシューッて言いながら7秒かけてシューッ細く長くシューッて出し切って、で7秒かけて吸う、7秒かけて吸うだけ、もっとブワって入ってきちゃいそうだけど、とにかくゆっくり長くシューってこう、息を全部吐き出すっていうのはコツでございます。大事です、呼吸法。呼吸法ね、教えてくれるところもあると思うし、私ももう一回習ってこようかな。そして伝授しようかな。それいいね。そう、なんか、これなんか、呼吸法を私習って、その途中でなんか妊娠かなんかして全部の回をやらなかった気がするから、もう一回受けてこようかな。大事です、呼吸。はい、では日本の神様、神様大集合してもらおう。神様、日本の神様、だんだん楽になってきましたか？緊張ほぐれてきましたか？ちなみに私は自分で霊気を出しているので、だんだんほぐれてきました。そう、これ霊気出してるとね、私自身が一番癒されるんですよ、実は。やってる本人が自分の体を通しているので、よいしょ。ねえ、緊張をほぐしてね、今ね、深呼吸して、はい、じゃあ日本の神様何かな、あと間違えた2枚今引いちゃったけど、このどっち見ようなパッて引いたのがさ、この表紙になってるやつでさ、アマテラスの大御神って本来はでもこっちだったんだよ。どうしよう、わたつみの三神本来こっちなんだよね。でもなんか指がこっち引いちゃった。まあいいや、ちょっと両方見よう。わたつみの三神、これね、三人神様がいるのよ。上つわたつみの神と、中つわたつみの神と、そこつは辰巳の神、三人いるの。海面は荒れていても、海の底に深く潜っていけば、そこは静かで、ゆったりとうねっています。自分の中に深く潜っていきなさい。そこの流れとリズムに安心して身を任せ、本当に望むものが見つかったなら、水平線の彼方へと出航するのです。私たちがあなたの旅路を力強く見守りましょう。っていうことで、テーマとしてはね、深いところのフィーリングにつながるとか、なんかそういう神様ね。海っていうのは私たちの心そのもので、今ね、周囲の期待とか思惑とか、いろんなものに沿わなきゃいけないとか、あとね、辛い知らせによって心の海
とかね、海面が荒れていると思います。で、目を閉じて本当の自分の気持ちを感じてみましょう。この神様、三人の神様は、あなた自身が自分の波のリズムを見つけることを助けて、本当の気持ちを明らかにしてくれるよっていうカードですね。あと、このカードを引いた方はね、引いた人は、なんか、こう、相手に悪いなっていう気持ちとか、あとは恐れ、なんか嫌われたらどうしようとか、のって言ったら嫌がられるよなっていう恐れから、なんか嫌々ながらもイエスって言ってることが多いです。なので、本当に心、気持ちがイエスって、心底を告げてる時こそが本当のイエスだよっていう、自分のリズム、自分の波動、自分の本当の気持ちっていうのを見つけてねっていうカードですね、これは。で、アマテラスの大神はまあ、アマテラスの大神はそうね。そのまんまね、私は輝く光そのもの、私はすべてを照らします。光があるところに影ができます。影も私の創造。私は影を光に変えることはしません。ありのままで良いのです。私は光そのもの。私は無限であるあなた自身です。っていうね、メッセージですね。これ引くともう、今まさにアマテラス大神のエネルギーが降りてきたよ。広大な自分っていう存在に気づいて、外に向かって表現していく時が来ています。それは拡大のエネルギー、宇宙に広がるエネルギーでさ。こっちは自分の内側で何考えてるか考えてたけど、こっちはこう拡大していくのね。これ引いた方の目の前には、こう天井にこの続く階段っていうのは続いています。雲に覆われた空も、雲の上には必ず太陽が輝いていますよ。自分の内なる太陽、無限の自己、最高の自分につながりましょう。大自然の中に出て太陽を浴びてくださいね。アマテラス大神の優しい笑顔と喜びが、あなたを満たしてくれるよっていうね。はい。ことで。さあ、あなたも、この、天の岩戸だっけ岩戸、から出て、こう、今こそ、ね、明るいところに出てチャレンジするときよっていうカード。2種類出ましたね。自分の内側に深く深く潜っていってっていうカードと、外に出てっていう両方、まあ、逆な感じのカードが出ましたけれども、あと、両方の作業は同時に必要かな。まずは自分の気持ちと向き合い、内側に向かっていく気持ちとね、外に出て、太陽のエネルギー浴びていただいて、よし、やるぞっていう活力をもらってチャレンジするセットでぜひ覚えておいてください。はい。なんとユニコーン行くか。ユニコーンちゃん。ユニコーンちゃんもね、優しいよね。でもいろいろあって、ロータスカードもいいなって今、もうすべて出したいけど、全部はね、ちょっと枚数多いかなと思うから、これで終わりにしよう。ユニコーンちゃんで終わりにしようね。よいしょ。はい。ユニコーンカードは何でしょう。ベストフレンズ。あ、お友達だね。お友達を頼ろうみたいな感じかな。これもあれだね。ユニコーンカードのこの箱の絵だね。表紙のやつが出るね。親友ね。はい。ベストフレンド。真の親友、真の友達同士っていうのは、どんな時も力を合わせるよっていうカードですね。このカードは、友達と時間を共有するようにって伝える時に出ますね。今は、この世でなんか自分一人ぼっちじゃないってこう思ったり感じたりすることもあるかもしれません。そんな時はね、まあ、できれば友達と時間を共有するようにとか、友達と話すことで、なんか、楽しい時間を過ごすとかね、紛らわすとかね、それによって力を合わせるのはいいけれど、でも、友達いない場合も、なんか天使がいつもあなたのそばにいるよっていうことも伝えています。なので、天使がお友達代わりになってくれるかもしれない。ぜひ、そういう時はこう、天使に助けを求めてみて、ね、悲しさや孤独を感じるときはいつでもユニコーンなり天使なりがあなたを励ましてくれます。こう天使のこととかね、自分のを守ってくれる存在のことを思うだけで
彼らは瞬時にあなたを元気にしてくれるでしょうっていうカードですね。はい。なので、そうね。なんか自分は一人って思わないでって言ってると思います、このカードは。自分は一人じゃないし、いつも誰かいてくれるし、見守ってくれてる誰かがいるし、もし本当に孤独でなんか人の、そういう人間関係での友達がいなくても、あなたを守ってくれる存在って目に見えない存在として絶対いるので、そういう人に助けてってね、声かけたり、頼ったりしていいんですよ。ということで、以上になります。なんかちょっと心が軽くなったならいいな。どうかしら。霊気ヒーリング流しながらやったけど、少しでも軽くなったかしら。ね。はい。これね、なんか気持ちが辛いあなたへっていう動画さ、去年も撮ったんだよね。でも去年はなんかコロナ禍でこう閉塞感があったりね、緊急事態宣言とかあったりして、こう、なんだ、人に会えないとか、なんかそういうことで、こう、気持ちがしんどいとかね。そういう方目的だったんだけど、今年はなんか様相が違うな、みたいな、ね、事件とか、ね、なんか、まあ去年も あったけどね、なんか芸能人の方亡くなるとかね、去年からあったけど、今年は特に、去年よりか、ジョーカー的な人とかも含め、すごい増えたなーって。来年どうか穏やかな一年になりますように。ねえ、なんか世の中ギスギスこれ以上しませんようにと祈ります、私は。はい。では、じゃんけんするか!じゃんけんしよう!たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。パンなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイありがとうございます。ね。ゆっくり元気出していきましょう。うん、ゆっくりゆっくり。はーい、さよなら。